こんばんは。こんばんは。ですね、こちらのゲーム脱出ホラー201号室ってゲームなんですけど、おすすめされまして、ファミコンっぽいっす ね。全くやったことないんですけど、今初回起動、やってみようかな。初見でございます。で、どんなゲームかもわかんない、ただおすすめされて、結構強くおすすめされて、じゃあやってみようか、スタートいきます。はい、脱出ゲームで、しかもホラーってちょっとマジアミっぽい雰囲気がありますね。確かに友人宅を訪れてる。なんかこの時系列なのもマジアミっぽい。おー、来た。ほんとだ、ね、あれユートだ。ユータでしたよ、あれは。あれはユータか、失礼。ユータがおかしくてメールをしても音信不通と、はい、数日心配、様子を見に行く。家に到着する直前にユートから一通のメール、ホラーだなこれ、待ってたよ早く来て。家に行くことは言ってない、違和感を感じながら鍵、ユートの家に着いた。202号室、鍵は開いていた。ファミコンっぽい、てか青鬼っぽいですね。私ね、青鬼あんまり分かんないんですよ、プレイしたことはないんですけど、実況を見たことはあって。8時、タッチスタート、あれこれカウントダウン系、目的を達成すると時間が経過して、この時間帯ではジュースを調べることで物語が進行します。チュートリアルか、調べたい場所に進むとびっくりマークボタンが出現してクリックだと。おお、はい、ああ、なるほど、出てきた、ジュースだ、飲みながら待とう、あ、44分も経過した。でもこれ脱出201号室だよね、これで202号室なんだよね、で、返信がない、ポケット窮屈、携帯をどこで、机の上だね、ガラケーだね、暇だと、暇やて、なんか鍵あるな、なんかでも押せないな、黄色いやつ あるな、はい、なんかゲットした。リモコンか、テレビだ。あ、なるほど。おや、あ、あったあった、バラエティ番組、テレビと漫画で時間を潰そう。はい、行動によって隠れた時間帯に進める場合がある。今回はテレビを選択するか、分岐、おお、どっちがいいですか、漫画、テレビ、漫画、あ、どっちでしょう。なんかテレビやと事件的なニュースを発見するとか、漫画とかやと部屋にあるものやから、なんか紙とかが出てくるみたいな。はい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 、漫画の方が脱出っぽいです。漫画するか、漫画しましょう。すべての隠れた時間帯を見つけると良いことがあるかもですって。あ、全部選べるんですかね。いや、わかんない。で、ここで漫画を選んだ、漫画を読もう、1時間進んだ、もうこんな時間だ、まだ帰ってこない、お腹すいたな。そらもうこれお弁当でしょ。お弁当なんすか。なんか机の上で明らかに幕の内弁当でしたよ。ただ幕の内弁当を取ったところで何もない。箸がどっかにあるところなのかな、そもそもこんな長い時間、人の家にね、扉、鍵がかかってる。あ、びっくりマークが出てきたら触る、なんか触る。あ、こちら部屋もあった、ドアが2つありますなあ、ジュースが入ってる、勝手に飲んだらダメだよね。でもさっき、物さっき撮ってますけど、完全に机の上のお弁当撮ってるよな。部屋行ってみるか、はい、はい、トイレに用はない、ここはトイレか、はい、お風呂、なぜか鍵がかかって、ここなんか臭いですね、ここになんかいそう。なんか死体になっているとか。出れない、出れない。そうか、もう脱出ゲームは完全に始まっている、チュートリアルは終わった、で、ジュースは勝手に飲んじゃダメで閉まる、何もない、部屋戻ってきた、クローゼットも開かない、行ってみましょうか、クローゼット。あ、右下鍵ないですか。この鍵がね、取れそうでね、びっくりマーク出ないんですよ。本当だ、なんか、机もない、水って書いてある壁に。水って何だ、謎、謎だな、あら、そのお弁当を取ったアイテムを詳しく見るみたいなのはないんですか。押すとですね、本当だ、音がするだけで、でもさっきお腹減ったなって言ったよね、なんか台所に行ってこのアイテムを使ってみるとか、あ、電子レンジ、あー、なるほど、あ、すごい、チンした、食べる気満々やないかこいつ。あ、でも自分で買ってきたのかもしれない、あー、なるほど。にしては2時間もそんなにお弁当つけるのに置いとかんよな、温まった。で、
机に戻って食べるのかな、うん、あ、勝手に動いてる。あ、なるほど。はい、いただきます。食べた。のんきやな、のんきやな。あ、時間が経った。22時15分、うん、遅すぎる。食べ残り。コンビニだけだ。様子見に行こうか、うん、お、出れる。出れる。出れるっぽい雰囲気やな、うん、出れ、開かない。こっからか。ゆうとのいたずらか、うん、あれ、私てっきり彼氏彼女の話かと思ったらメンズメンズの話っぽい。メンズメンズっぽいですね。もしかして家の中にいるのか。そんなんお風呂しかないやろ、うん、さっきのマミルトンの話だと、うん、なぜか鍵がかかっている、うん、これビールの瓶かな。ビール瓶っぽいですね。今日あ、トイレが入れた。さっき用はないとか言ってたの、うん、なんでトイレにスリッパ2つあんの。確かに生理用品のなんか入れるゴミ袋が。確かに男性のね、一人暮らしなのにね。ねえ、うん、これなんだ、うん、なんで今入れたんだ、うん、冷蔵庫まだ開かないですかね。ああ、そろそろ喉が開いてきた。そろそろ喉が…あれ、むしろ冷蔵庫開かなくなった。もしかして弁当をチンした後に冷蔵庫に向かうと、あの飲み物をやっぱり飲んじゃおうってなったのかな。なるほど、分岐。っていうか開かないって分かった瞬間に鍵とかほら、うん、ほらびっくりマーク。取れる。取れよ。あそこ端っこの隅っこに落ちてるから棒ないと取れへんとかですかね。そんなことはないか。でも別がないんですよね。あ、まあ開かない。閉まった、うん。何もすることない。うん、脱出不可能。これでも明らかに、あ、傘立てでびっくりマーク。あ、出た。傘。あ。まみるとさっきのやつや。うん、へい、さこい。あ、来た。取った。脱出、うん。近くのコンビニに探しに行こうか言うと。よいしょ。ああ、違う。お風呂場の鍵か。お風呂場だ。うん、あ、違う。あ、違う。お風呂場じゃなかった。ってことは奥の部屋だ。うん、開いた。開いた。動いた勝手に。誰もいない。うん、てか広い家だなこれ。2D 22時30分。1DK。1K ダイニングキッチン。でもどうしてドアが開かないんだ。閉じ込め。お、なんかメールの返事だ。それ携帯に。携帯だ。ユウトからだ。緑の箱開けて。しゃがい。水上入力するボタン出たよ。出たよマミルト。これ脱出ゲームだ。これは紛れもない脱出ゲームだ。これは紛れもない。ヒントです。ベッドの上に乗っ、あ、ヒント。2月。青と赤でしたねさっきね。うん、でもこれ土曜日も日曜日も青と赤ですよ、うんうん、さあ唐突に我々は脱出ゲームに挑むことになった。これパソコンか、うん、さあマミルトン先生、私たちは今脱出ゲームに挑んでいる。もうカレンダーしかヒントないですね。1、8、15、22、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、うん、正しいカレンダーです。正しいカレンダーです。いや、なんかほら抜けてる数字があるとか。あ、なるほど、なるほど。そうかそうか。ダメだ、お風呂場行ってみよう。緑の箱開けんといかんのだよな、うん、さあ、もっとヒントをくれ。もっとヒントをくれないと。ギブミヒント。このゲームはアップバンクを見ても攻略は載っていない。載っていない。誰も助けてくれない。誰も助けてくれない。頼るところもない。お、お風呂場は引き続き。やばい、積んだ。早々に積んだ。この我々のこの脱出できなさ具合。どれだけ回を重ねようが脱出ゲームを未だ解くことのできないこの我々の。でとりあえず片っ端から叩くっていう、うん、やること一緒。いつもの、うん、1、2、3、2、1、2、3、4じゃなくて1、2、3、2。これは1、2、3、2。ピコリン。 NO。 1、2、3、2って何でしょう。青の1周目と青の2周目とか。ああ、頭いい。青の1周、赤の2周、うん、
赤の3周、うん、青の2周、うん、青の1と2、うん、赤の2と3、頭いい、見てみましょう。青の1周だから1で、はい、1で両端が、はい、1、8、うん、1、2、9、8、まあ、見ると天才、どうしたのなんで唐突にそんな脱出ゲームが1、2、あれ、あ、そっか、1、9、2、8、この人天才じゃない、あれあれ合ってるかな、合ってますかね、間違えた、1日、2日で、8日で9日だよ、あ、2と3が逆だ2と3が逆だ、ここが2で、ここが9だ、来た、開いた、中身は何かな、髪の毛、髪の毛、怖、そして時間が経過した、ユートレス、怒ってる、あ、でも、メールだ、メールだ、ユートレス、どういうつもりだ、え、これはホラーですね、ホラーだこれはホラーだ、これはホラーだ、 BGM も込み込みでホラーだ、はい、ユートじゃないあ、やばい、なんかホラーモード始まった、はい、ね、え、これなんかどっかから出てきて追いかけてくるとか青鬼みたいなパターンはないですよね、枕の下なんかあるらしいですよ、パズル付きの箱、もうパズルとか嫌だな脱出ゲームを根底からこう否定するようなそのあれ、この箱なんもないの、なんもないですね、何もびっくりマークも出ない、あ、マミルさん、なんかこのタンスちょっと引きずった跡がありますよ、え、見 見てください、だ、私はもうちょっとこれ何もできんけど、何もできんけど、何もできんけど、お風呂場とか入れるように、そろそろ行ってみますかやっぱりユウトはどこから見ているのでしょうか、うん、お、ニューアイテム、うん、毎回そこにその隙間に入ってるあれありましたね、マミルさん、うん、ゲット、ダンボールをゲットしました、ダンボールは何にする、何に使うんでしょうなんかあのトイレットペーパー関係ない、関係ない、ダンボールゲットしましたよ、ダンボールは何も開けれない、うん、ダンボールは何もないっす、この台、台にした上で本棚、あ、今出た、あ、なるほど、ここや、そこだ、行くぞ、はい、えい、で、おー、すごい、行くぞ、はい、せよ、洗剤の間に何か挟まっている、鍵だ、風呂場、風呂しかないやろ、これで脱出、部屋の鍵だったらガチャって言って、そしてコンビニへ向かったみたいな話ないやろ、これ絶対風呂場だろ、行くぞ、風呂場ですね、いや、開いた、勝手に動いてる、うん、誰もいない、てか風呂場広、うん、広、やっぱりユートのジェズラ少し落ち着かないと、そうやな、うん、まさか風呂に入るとかっていう選択肢はないよね気分転換にさっき見つけたパズル、唐突だな、唐突やな、自分で問題を作れる、ユートが作ったのが楽勝だこれがパズル、これが楽勝か、あー、このパターンだ、このパターンだ、うん、どこか、うん、あれだ、ちょっと違って、うん、探しにヒントを探さないといけない、うん、なんだヒントは、それっぽいところあったか、ビール瓶、おお、マミルトン、さえすぎ、おお、右3つ下、ナイス、え、マミルトン完璧じゃない、おお、え、絶対そうじゃない、それ、え、絶対そうじゃない、来た、これ、いくぞ、はい、いくぞ、えい、わー、いった、出たで、溶けた、中身は何だろう、何も入っていない、まあ、すっきりしたと、うん、良い気分転換になったえ、おお、え、こけし出てきた、人形が中に、気持ち悪、目の前が暗、おお、
記憶失った。おう、てか主人公の名前なんて言うんだ時間経った、うん、何やったんや、分からん、落ち着かない、もう少し調べてみよう。何を、確かにもう今調べるべきとこないですね。ないよね、うん、もうトランプで遊ぶぐらいしか私もないですかトランプなんですか、パソコンでインターネット、インターネットアップバンクを見る落ち着かない落ち着こう本棚で調べるの、やばい、なんかこの落ちてる漫画とかすごい気になるんだけど、うん、気になりますね。携帯は何もない、携帯何もない、この壁の水っていうのもすごい気になるんだけど、うん、なんだ水って、なんかのヒントですね。そうか、これテレビだったら違う世界があるんだ。この動画を見ている皆様、はい、このバージョンをそのまま動画を続きを見ていくもよし、うん、テレビを進めるもよし、確かに、そして、うん、お風呂場に来てみた。お風呂もそういえば調べてないですね。ね、うん、なんも、なんもない。お水出た。お、お湯が勝手に割れた。あ、うわ、嫌な BGM また来た。窓ガラスか、あれ、何も割れた。ちょっと怖くなってきたね。びっくりマーク出てきましたね。ちょっと怖くなって、そうですね、ちょっと怖、この BGM 地味に怖いですね。なんかこの BGM さ、あのジャパニーズホラー、うん、ホラーのさ、うん、そのそうですね、どこから何がみたいな、なんか、うん、え、言っちゃっていいですか、言ってますよ。どこも割れていない、気のせいだったか。電気の調子が悪いな。びっくりした、追いかけてくる系かと思った。おー、びっくりした。青にならぬは顔にみたいな。箱、この場所に箱なんか置いてなかった。そうだね、うわ出た、また脱出だ、まただ。丸三角四角、おお、そうかそうか、それを見とかないとな。丸三角四角、お風呂場のマミルトン、今日は冴えすぎだ。今日は、洗面器、今日はマミルトン冴えすぎている。おっと、おっと、来たね、関係ない。三角なかった、あ、なんか水ポワポワって浮いてるのあるな、湯気、湯気が浮いてるな。あ、マミルトン賢い、今湯気が、湯気の数が3個2個、三角は1個、あ、2つ、三角2つ、マミルトン賢すぎじゃない。お、三角2つ、丸が5個、あ、5個で、2と5、三角が2つ、丸が5個で、四角が3つ。マミルトン、今日のマミルトンは冴えすぎだ。やった、一体何がどうした、脱出ゲームの練習でもしたのかちょっと成果あったんですか。待って、はい、何個だっけ丸は5個でした。丸は5個、はい、三角は2つ、四角3つ、四角3つ、来た来た。中身は爪、もうこれリアルに気持ち悪いですね。これさ、バラ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 じゃない、ちょっと髪の毛で爪ときたよ。なんか呪いっぽいですよね、髪の毛入れておく。うわ、早くおいでよ、立ち割り。うわ、もう日付変わったし、さっきからさ、どんどん怖い時間に、4っていう数字が多すぎる。確かに確かに、もうシシシシって言って、もうね、もうやだね、これこれリアルに怖いとこついてきますね。なあ、うん、この部屋に何かどこかいるっつったら、もう大体こたつの中か、タンスの中かどっちかやで、うん、まさか言うと豚あれ、でもタンスなんもないな、うん、この部屋って言ったよね。あ、言いました。あれ、なんかこの部屋にユウトがいるんじゃないかみたいなこと今言わなかったっけ。言ってないか。うわ、音が、音が立つ。部屋から出て行こうとすると豚が割れる。貯金箱が勝手に停電。あ、動けない。なんかイベントが発生するのかなと、うん、じゃあ強制的にもう一回部屋から出てみる、うん、ブレーカーは大体この辺にありそうですね。玄関のこの辺だよね、大体、うん、うわー、音が、トイレの上とかにも大体さ、はい、あの、ここにあるよね、この目線の先にあるよね。あー、確かに。でもなかった。
お風呂場にはないし、うん、箱いつの間にか元戻ってますね。ね、アイテムとしての役目を置いたんです。あらま、あっちの部屋か。割とさっきから背筋がゾゾゾゾっと、ちょっとね、さっき割と数分前から背筋がゾゾゾゾっとしているのですが、これまだあのファミコンっぽい絵で救われた感ありますよね、若干。でもそのこのファミコンっぽいドット絵が、あとはこの BGM が、BGM 怖いですね。もうなんか想像力をかきたてると言いますか。で、私はどこに行ったらいいのかわからなくなりました。変わりますか、ここで唐突に。ちょっとあのいろんなタップ、あ、これは、あ、どうやって、あ、なるほど。そうで、タップできるところだけなんか向かった時にビックリマークが出る。で、まれ、あ、おー、ここブレーカーじゃないですか。あ、そこか、なるほどね。うおー、ついた。気味悪、気味悪、ここに被ってたのかな。そんなね、ブレーカーつったらつまみですよ。